バイシクルバイシクル、安田大探す団長安田でございます。この番組は北千住の千住ハウスよりラジオつくばとインターネット放送局 C-WAVE の制作でお送りします。メールアドレス団長アットマーク FM842.jp DANCYO@FM842.jp でございます。お便り募集しておりますのでどんどん送ってください。はい、順調に私、団長、トラソンの練習を積み上げているわけなんですけども、本当にねトライアスロンの練習、まあランもそう、ランマラソンねもそう、自転車もそう、スイミングもそうなんですけど、ほんま急に早ならんね。でも一日一個一個ちょっと無理するっていう体を騙しつつっていう感覚ですね今。本当に一日怪我をしないレベルで、やっぱ結局ねトレーニングして思うのは限界ってありますからね、絶対トレーニングやりすぎるとオーバーワークで、怪我して次の日からできないとか、次の日につなげるための練習やから、それをね本当にこうちょっと無理し自分の体がはいここまでできるよ、はいここまでできるよっていうので徐々に伸ばしていくとタイムがどんどん上がってきて、どんどん走れるようになってきたり、どんどん泳げるようになってきますけどね。ちょっとね今ね水泳の部分でね今壁にぶち当たってまして、1500がね27分30秒ぐらい出たんです1回。そっからまた久しぶりにちょっとタイム測って、でもねこれねタイムもね自分で測って自分で泳いでるでしょ。俺その27分30秒出した時本数間違えたんちゃうかな思ってね、少なく泳いだんちゃうかな、もうだって分からんなってこと本数だって。 50m 25メートルプールで行って帰って1往復で50でしょ、ってことは往復10往復で500でしょ、ってことは30本なわけですよ、でアップで1000とか泳いだりするんですよね。だその時点で20でも50でしょ、でその後で3000とかだいたい泳ぐので、全体的にだまともな環境で泳いでないですよね、人がいたりとか貸し切りではないので、早い人もいりゃ、ね、遅い人もいるから、抜くのにちょっと時間かかったりとかあるんですけど、なんかねジムね最近ね午前中行くと意外と泳げるなっていうのが分かったんで、早い時間になるべく行ってるんですけど、で27分30秒ぐらい出たな思ったら今度29分50秒30分のギリギリでしょ。で昨日ぐらいちょっと一昨日ぐらいかちょっと疲れ溜まってるなと思いつつもちょっと右肩が痛くなったりとかしたんですけど、30分切れなかったんですね。30秒ぐらいか。そうだからね本当によわからんなと思って、でブラウブリッツェ宇都宮の実業団のチームなんですけど、まあ結構実業団としては、トップレベル、なんか去年でいうと7位ぐらいの選手がいたりする人らにね、50キロまではなんとかついて、もう奇跡的についていけた感じ。一回ちぎられて、で先頭バーッと行っちゃったけど、一人のキャプテンが後ろ下がってきてくれて、で引いてくれた。まあ引いてくれたっていうのは、まあ後ろ背中後ろついて背中見ながらもうザーッとね空気の抵抗をね、風の抵抗を避けながら前の集団に追いついた。次またちぎられ、上りでちぎられたと思ったら前の集団が雪で詰まってたから追いついたみたいなのが2、3回あって、なんか奇跡的に追いついた。もうでもね3回目ぐらいになったらね、もう追いつかんでええわっていう感じ、ああまた追いついて頑張らなあかんみたいな感じで、でも追いついて頑張って、で結局50キロぐらいで走ったのね、前についてきた人のタイヤに走って、前の人がこう立ち上がったから、これで俺もよし連れ行こうと思って、で行ったら意外とこう前に進まなかったから、おーってなって
前輪と向こうの後輪がハスって横ぐらっついたところに後ろにいた人がなんかまた右に避けてたやつをハスられたの今度ね、はい、だ上下でハスってもう俺こける思って、もうまたやまたドクターヘリや思って、で意外とねでもねもう絶対こけるかっていう気持ちで意外と冷静に対処したというか、うん、でも、うん、危なかったよ、車とか来てたら危なかったと思うんですけど、それでこけなかったこと、車が来なかったことっていうのが、うん、なんか奇跡というか、はい、俺持ってんじゃないかっていうふうに思うことにしたんですよね、はい、でももう、まあ、バイシクルクラブの山口さんっていうね副編集長も一緒に走ってたんですけど、いや今ちょっともう限界来てるよと、うん、まあ、限界来てまあここまでついていけたから、うん、ちょっと一回休憩しましょうっつって、で50キロでもう無念のリタイアですよ、うん、まあ、ちょっとでも休憩して、まあ、パン食べて、で後ろの集団もあって、まあ早いチームと遅いチームがあったんで、で遅いチームもあって、遅いチームも後ろからなん、まあ、何とかついていったんですけど、もそれでももう50キロ地点までもう無理してるもんやから、後ろチームでももうギリギリで、最終的にもう一人で走ってましたけどね、最終的にはちょろっと、うん、でも120キロぐらい走れて、で森林公園、宇都宮ね森林公園に行って、でそっからちょっとランして走ってきて、自分一人で走って、他の人はもうみんな自転車競技だけなんで、トライアスロン僕だけなんで、ちょっと一人で走ってきますって走ってきて、でからのね、宇都宮の餃子はもうたまんなかったですよ、はい、でまあ、あの GM のね広瀬さんが宇都宮ブリッツ園の、まあ、ブレアウブリッツ園の監督ではあるんですけども、がこれ疲れた時とかってやっぱり豚がいいんですって、豚肉が、うん、なので豚の生姜焼きとご飯と餃子、いやもうこんなうまい飯はないなと思ったんで、うん、だからこれでまだ今絞るっていうのはあんまりしてないんですよ、食事制限っていうのも、まあ、多少は気をつけてますけど、そこまで気をつけて気を使ってはいない、夜ちょっと炭水化物を減らすかなぐらいで、でこれからどんどんもうちょっと絞っていかなあかんかなと思うんですけど、でも絞ったらねきっと今早くなるんですけど、山本純一コーチからまだ絞らんでええと、うん、シーズンを通してやるのでね、和歌山から、そして四国3県で、北海道とね、今のところ予定では5レースするので今絞ったら持たんぞということで、まあとりあえず絞ってないんですけどね、はい、今日もまあ、練習してきまして、はい、ハードイージーハードイージーとかね、右足だけで漕いだりとか、うん、で100回転110回転120回転ペダルのね、でハード90分イージー90分で110回転120回転130回転どん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 上げていって、最後にまたハードイージーやって、最後何やよ分からんけど右手離して左手離して両手離してで両手でやってみたいなのやって、でまあ終わダウンして終わったんですけど、約90分ぐらい、うん、もうええ言いながらやってるんですけどね、なんとか頑張っておりますので皆さん応援してください。で今日この話をね、聞いてくださった方、うん、もう職業なんやねんと、思われたかもありませんけども、芸人でございます、はい、お笑い芸人でございます。お笑い芸人が今、トライアスロンの話をただただ熱く話しておりました、はい、まあそんな番組なので、はい、トライアスロン皆さん応援よろしくお願いします。はい、ここからは、はい、
ペダルをこいでぐる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 こさみん、私はペダルをこいどろいちん。どうもとっくんです、よろしくお願いします。うわゾクえ、そうっすか、え、あれゾクとしたわ、久しぶりに。あら、そうっすか、うん、あ、結構練りに練ったギャグをこう考えて。いや、なんかその練った感じのサブさも含め、あ、そうですか、うん、ちょっと照れてるのも込みで、いろんな意味でもう、あ、はい、ちょっと初出しだったからかな、わかんないですけども、はい、ええ、すいません。いや、なんかちょっとこう恥ずかしそうにしてる感じと、はい、でその練りに練った感じ と、うん、絶妙の、うん、間違えないでおこうという必死さと、必死だぞ、うん、全て伝わってしまいましたかね、すいません。いやー、落車ですね完全に、はい、気をつけます、でですね、ハンドレネームミックスジュースさんからお便りを聞いております。とっくん、ギャグを考えたのなら自信を持ってチャレンジしてくださいこれ、え、これあれですよ、メールちゃいますよ、いや、今直接メール来たわけちゃいますよ、生じゃない、はい、これもうだいぶ前に送ってくれてるやつですからね、これ。あ、そうですか、はい、あ、そうですか、はい、あ、すごいですね。もちろんゴールデンの番組や、まあ、だこうなることを予測して、はい、はい、特訓予報士いや、すごいですね、はい、でもちろんゴールデンの番組や大きなイベントでは、はい、その場の雰囲気を見てやった方がいいと思いますが、はい、この番組で空気を読んでどうするんですかと。あら、はい、入れるタイミングあればどんどんやっていくべきです。そんなところが特訓が今伸び悩んでいる原因だと思いますよ。いや、めっちゃ見てくれてますね、はい、特訓のマネージャーにしたいです。したい、一緒にお仕事伸びますね、この人にマネージャーしてもらったら。いや、本当ですね、うん、うわ、今この仕事するべきじゃない、特訓、こっちの仕事しようみたいな、頑張、今こっち頑張ろう、みたいな、はい、ミックスジュースさん会いたいわ、すごいですね。年いくつなんやろね。いや、そうね、僕のね、なんかもう中でだんだん想像がちょっと出てきて、うんうん、僕多分年齢は40代の方じゃないかな、うん、あ、40代、40代女性だとは思ってる。あ、ミックスジュースっていうちょっと可愛らしい名前ですし、はい、いや、俺はキャリアウーマン、あ、会社役員やと思う女性会社役員、うん、もうバリバリのスーツ着て、ベンチャー企業なんて、またこれはもうだからもう的確にね、いや、高校生以下ではないと思うな。そう、結構大人じゃないかな。大学は上よりは上だと思うね。うん、結構、あ、そう、でも女性な感じはしますよね。やっぱこういう細かい気遣いもできますしね。ね、はい、細かいところ見てるのがちょっと女性っぽいですけど、はい、まあでも、もしかしたら会社経営者、会社経営者、はい、社長、うん、うわ、一回ね、なんかもう食事でもちょっと。したいですね。ですね、一緒に。ね、こんだけ的確にアドバイスを。勝手に俺ら女性や思ってるけど、はい、もうゴリゴリのおっさんかも分からん。中学生かも分からん。中学生かも分かんないですよね。うん、いや、だとしたらもう。めっちゃヤンキーかも分からん。わ、うん、だいぶ裏切ってきますね、うん、そしたら。そうやで。ミックスジュースさん。なんかちょっとね、なんか。うん、こんな感じですみたいなのをいただけたら次嬉しいかななんて思うんですけどね、え、はい、なんかインスタとかで、ああ、そうですね、ね、あ、こんな見た目なんやそうそう、ね、俺らの想像とね、また違いますからね、はい、そうですね、きっとね、いやー、まさかこれを先読みして、はい、そうですよ、こうなることを分かってたんですよ自信なくやるっていうのミックスジュースさん未来人じゃないですかあ、もうだいぶ未来の人が、はい、未来の人がトークを見てて送ってくれてるね、はい、メッセージを、そのままだとこうなるぞみたいな、うん、じゃないともうすごいな、ビッグミクスルさん、俺どうしたらいいっすか安田さんが聞くんですか、うん、俺も教えてください、いや本当ですね、うわ、めちゃくちゃっすね本当。いや、でもそっか、
今日ね結構僕いろいろ考えてきたんですよ。何何何ギャグは？ギャグ、うん、ギャグもありますし、うん、あとちょっとまあこれ一個提案。提案ね、はい、安田さんにこうちょっと提案を。私に、はい、はい、ちょっとなんかキャラをちょっと、うん、自転車のネタみたいなやつで、うん、あのチャリオっていうチャラ男的な感じ。チャラ男的な感じで、うん、俺が？あ、そうそう、もう俺がやんのチャリオ。そう、僕ちょっと説得力がないんで。チャリオっていうのはどういうのをやればいいの？俺はなんかまあどうもチャリっすみたいな。チョリっすやんそれ。チョリっすやん要せんはそんなあ、そうっすか。先輩の嫁のやつちょっとこう。あ、そうっすか、うん、あ、まあ、じゃあチャリっすはなしに、うん、いやすみませんっつなんかチャリオでーすみたいな。いやなんかいたでしょ、なんかチャラ男みたいなやつ。あ、そういう、あ、いましたね、うん、いやだからチャ、ね、チャラ男をもじってるだけでしょ、それ結局チャラ男でしょ、それ。これそうです、結局。いや、チャリ男です、これ。だチャリ男っていうこと、チャリーって言ってるだけで。そうです、チャリチャリしたらすいません、みたいな。いや、だからチャラ男が、なんかこう言葉のフレーズだけでしょ。そうですね。うん。まあ、まずそれでもこう、なんか、まあ、街で声、かわいいチャリ見つけると、声かけちゃうんだよね、うん、みたいな、こう、感じで。え、いや。じゃあやめます全然嫌やわちょっとこうなんかこう自転車をバカにされるわそれは。いやいや全然そんな気持ちはもう、ま、ええ、なんかこう一個どうもチャリピーポーです。いやまずねいやチャリって言わへんからね。あ、チャリがもうなんかあんまりチャリって言わへんね俺らは。あ、そうなんですか、うん、バイクって言われね。あ、もうバイクか、うん、あ、そうか、バイクかロードか、うん、バイシクル、うん、あ、そうか、もうチャリじゃないですもんね。チャリってあんま言わへんね。な、どうなん、ちょっとあれなんですかね、汚い言葉みたいなことなんですか。どうやろ、別にその言ってる人みなんかがいて、ええ、ムカつくこともないし、あ、全然、うん、別に言わへんって決めてるわけでもないけど、なんとなく自然とロードとかバイクとかっていう言い方になってるだけで、はははは、うん、だ自転車もあんま言わへんもん。あ、もう自転車も言わないですか。うん、で言うときはちょっとバイク、うん、考えてみたいな。だ英語言うみたいな感じ。あーはーはーはー、うん、だ外国長くて、はい、もう俺バイクっていうの慣れて持って、はい、そう日本、うん、あ、自転車っていうぐらい。そっちのちょっと暮らしが長くて、うん、そうそうそうちょっとその間があるかな。へー、あ、そうなんですね、うん、だからママチャリっていう全然ママチャリは。あ、ママチャリはそれはすぐにママチャリって出るけど、自分のロードバイクを自転車っていうのってこうちょっとだけやけど、あ、 0.00 何秒ぐらい一瞬自転車って切り替えないと言えない感じはバイクって言っちゃう、うん、でもこうあんまりバイクで伝わらへん。バイクってやっぱり日本で言うとこうブンブンっていうバイクになるから、ね、エンジンついてね、うん、でも自転車の人たちとかトライアスロンの選手とかと喋ると、はい、バイクで通じるから。あ、まあ、そっちの世界観というか、うん、なったらこう、ブーンブーンのバイクはモーターバイク1個つけるんですか、うん、その上に、うん、バイクに逆に逆に、うん、あ、そうなってくるんですね、うん、へえ、モーターバイク。あ、そっか、じゃあもうチャリ、そっか、うん、チャリンコなんてちっちゃい頃でも言ってましたよね。言ってて、チャリとしか言わへんかったわ昔。あ、そうですか、うん、チャリンコとかしか言わへんかったね。へー、バイクなんて言うと思ってなかったけど今言ってるね。いつぐらいからですか、もう初めて。どれぐらいだろうね。いや、もう全然それも覚えてへんわ。あ、自然ともそうなってくる。普通にバイク、俺のバイク、俺のバイク、俺のキャノンデールが。ああ、よくね言われんのが、そんだけ自転車好きやったら自転車に名前とかつけてないんすかって取材の人に言われんねんけど、はい、本当申し訳ないけど、ええ、つけるわけないんですよ。あ、そうなんですか。つけないでしょ。いや、まあつけないですけど、うん、な、あ、つけないですか。つけないでしょ。いや、だって動物じゃないもん。あ、かといって別にその愛着ないわけじゃないけど、うん、綺麗にしてますもんね。車につける、大自分がお金貯めて買った車に愛着あるやん絶対。そうですよね。まあ、つ
けないっすね。つけないでしょ、まあ、だって名前ついてんねんもん、キャノンデーブルスーパーシックスエボっていうのは。はいはいはい。じゃあキャノンちゃんとか。いやだからそういうのじゃないの。でなんかこうたまにおんねん、はいはいはい、おもう実際おるからこれ聞いてたり聞いたらちょっと気悪したらあれやけど、おんねんたまにその名前をつけてるその自転車のなんかこうタレントさんみたいな、何の人か分からへんけど、あ、はいはいはい、たまにおんねんやんか。あ、名前つけてんすか。ディフェンスみたいなこと言う子がいて、女の子とか、あ、女の子、ね、男はなかなか知らないですけど、ほんまと思うねんな。あ、そうなんですか、うん、ちょっとさっきのあの黒ちゃんの、はい、特訓のちゃんと一緒じゃん、うん、特訓のギャグ的な感じになるさーってなんひゃーひゃーって、うん、なんかその感じをずっとこれえこの感じのことを今からなんか幸せなのと思うと、はい、ちょっと気重いこいつかそのテンションかと思うのあるよね。あえて俺そこあんま触れへんし振らへんよね。ああそうつけてることに関して、うん、いやまあまあ振らざる得ない時は振るけど、うん、でもうん本望ではない本望ではない、うん、だからこれからそういう絡みある時もしこれ聞いてる人いたら、はい、うん、あ本望じゃないことしてんねんなと思ってあ頑張ってるんだ、頑張ってる男女頑張ってるなと大人として頑張ってるなと押し殺してんなっつってもう、うん、つけないよ。いや、まあ、つけないかな。そう車もつけないですし、うん、だからあれ聞く人、うん、取材の人でも結構いるんやけど、いやもうなんか冷たくあしらってる感じが嫌やね自分の。えつけないっすよ、つけるわけないじゃないですかしかないねんけど、それの対処法が分からない。なんかこうあしまったっていう顔するのはやっぱり、あそうなんですか、俺の対応が冷たいから多分。あいやつけないっすよそんなんって今みたいな、いやキャノンデールスーパーシックスエボですもん。あ、まあ、ちゃんと説明をしてっていうことなんですね、うんうん、いやそれ以上名前ないっすよ、なんとかじゃないっすか、うん、ない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 言って。あでもそれ以上ないから俺も。そうかそれ、まあつける人、あでも、まあ、周りにもいないんかな。いや俺の周りではいない。いないですか。まあまあいないですよね、うん、なんか車は、うん、うちのなんかまあうん、なんかベイビーがみたいな感じで言ってる人はいましたけど、うん、ああそう、うん、まあ、笑っちゃいましたけどね。笑っちゃうでしょやっぱりね。笑っちゃいますよ、うん、しんどいでしょ、うん、しんどいです。うわ、うん、そうっすかっつって、へえっつって、まあもう可愛がってんだろうなっていうの、まあ、これ聞いててね今うわ俺名前つけてるけどでもいやでもいやいいんで自然いいんですよ別に、つけてもらう分には。確かに、うん、なんかもしつけてたら、うん、なんかそのつけてる名前とかちょっと聞いてみたいです。あなんかねもしつけてる方いたら、はい、この状態から送るのめっちゃ勇気いると思いますけど、うん、どんな名前つけてるのかな。俺はそれつけてる人を否定してるわけじゃなくて、はい、俺はつけへんしつけてるテンションでなんとかじゃないとほんまに自転車愛あんのって思う感じが嫌なだけでそういうのを入り口に自転車好きなんですみたいなのが嫌なの。あ俺はそうなんですね、はい、私こんだけつけが自転車好きですよみたいな感じがいいってなるだけで、はいはいはい、つけてることはいいから全然もしよかったら送ってください。はい、はい、お願いします、どうも安田です、はい、団長と特訓でした。また来週。ありがとうございました。